ズくん。はっ、ちょっといい？ナナミマミ、俺の元カノ、たったの1週間だけど。千鶴さん、レンタル彼女なんだって。マミちゃんは俺と水原の関係性を知っている。まさかカズくん、本気になってないよね。ん？マミちゃんは俺と水原をどうしたいんだ。彼女の心だけは全く読めない。彼女をお借りします、ミキ。あの慌てぶりから見てもただの火遊びってわけじゃなさそう。